調理用ロートロートは液体または粉体を口径の大きい容器から口径の小さい穴または管を通して投入したり液体を壁面を流下させたりする際に利用する円錐状の器具であるこのような形状の器具は上吾とも呼ばれるなおロートを時期通り平たく言うと漏れる飛釈である科学実験に用いられるロートは前述の用途の他に合戦をつけて 液体の投入量を制御したり、ろ過の際に腰紙などの露材を保持する器具も、ロートと呼ばれる。典型的なロートは、逆円水系の本体部分と、円水の先端から伸びる、足と呼ばれる感情の部分から構成される。ロートの足を下に向け置きの穴に入れたり、壁面に、沿わせて設置し、ロートの円水部の開いた口側から重力に引かれる、ままに、液体や粉末を投入する。 特に粉末用に作られたロートは、側部の口径が大きいので、粉体ロートと呼ばれることがある。科学実験以外で利用されるロートは手術の衣装や材質のものが制作されているが、科学実験で用いられるロートは、特にガラス製の場合が多い。その外には、陶器や樹脂、ステンレス構成の製品も存在する。科学実験においてロートは次の目的で利用される、器具である。 口の小さな瓶や容器に液体等を入れやすくするための器具として調理用情報がある。ありがとうございます。